皆さんこんにちは。元裁判官の樋口です。裁判官という仕事はね、その人の話を聞く仕事なんですね。で、喋る仕事ではないんですね。喋るのは苦手。映画の中でもね、その河合先生との対談の場面があったでしょう。私の表情硬いですよね。河合先生みたいに滑らかに喋ることできないんですよ。結構私の判決かっこいいでしょ。かっこいい判決。でもああいうことよく書けるんだけど喋れないんですよね。だからこういう場面ではね、何かつかみの話っていうのが必要なんですよ。で、最近何の話をしてるかというと、大谷翔平選手の話をしてます。何の関係があるんだろうと思われるでしょうけど、大谷選手の座右の銘というのがあってね、大谷選手の座右の銘は先入観、要するに思い込みですね。思い込みは可能を不可能にしてしまうという言葉なんですよ。それは高校時代の佐々木監督の受け売りでもあるんですけどね。多分ね、大谷選手以上の才能を持った人は大リーグの中にいたはずなんですよ。だけど誰も二刀流に成功しなかった。それは監督指導者がね、そのプロ野球ではバッターとピッチャーは兼ねられないのが当たり前だという先入観を持ってたんですね。でも佐々木監督も日本ハムの栗山監督もそういう先入観を持たなかった。だから大谷選手はああいうふうに大きく羽ばたくことができた。今を振り返る、何十年前に野茂英雄選手はアメリカに渡りました。当時多くの人が日本のプロ野球と大リーグは水準が違うから通用しっこないという先入観で彼を喜んで見送ることができなかったんですね。でも彼は成功しました。このように先入観を克服できる人が偉大なことができるんだと私は思っています。私は今から与えられた50分の間で地震の話、原発の話、原発差し止め訴訟の話、原発による国家賠償の話、防衛の話、憲法の話をやります。50分間でできるわけがないと、そんな難しい話50分でできるわけがないと思った途端、私の話は頭に入ってこなくなります。いずれもすごくシンプルな問題なんですね。今日の映画で感じ取られた方もいると思います。原発の問題はすごくシンプルです。知ってほしいことは2つしかありません。1つ目、原発は人が管理し続けないと暴走するということです。人が管理しなきゃいけないんですよ。何があっても人が管理しなきゃいけない。ここが違うんですよね。他のものと違うんですよ。火力発電所と違います。火力発電所、地震が来ました、何かトラブルがありました、どうしますか。火を消せばいいんですよ。燃料の供給を止めてもいいし、酸素を送らなくてもいい。いざとなったら水をかけてもいい。たとえ火を消すことに失敗しても、燃えるものがなければね、それで安全の方向に向かいます。でも原発だけはそうじゃない。福島原発事故は何が起きたのか、
地震や津波で原子炉が壊れたわけじゃないんですよ。何が起きたのか、単に停電しただけの話なんですよ。停電するとあんなことになる。あるいは原子炉を冷やし続けなければいけないので、水を送れなくなると、要するに断水してもダメ、停電してもダメ。何があっても人が管理し続けて水と電気を送らなきゃいけない。送り続けなきゃいけない。これが原発の宿命なんでしょう。他の技術は全く違う。例えば自動車だったらどうしますか？自動車を。トラブルがあったら止めたらいいんですよ。コンセント抜けばいいんですよ、家電なら。その瞬間に安全になります。だけど原発は人が管理し続けなきゃいけない。そして管理し損なった場合、要するに停電したり断水したりして人が管理できなくなったらどうなるかというと、それは例えとしてはゴジラです。ゴジラのようなものは水と電気を送り続けている限りおとなしくしていますが、水か電気が断たれれば檻を破って暴れ出します。いかに頑丈に作ってあるかのように思える檻でもぶち破って出てきます。そして暴れ出したら誰も止めようがなくて日本の国を滅ぼしかけ、滅ぼしかねないんです。映画の中で出てきました東日本壊滅、これ3人の方が東日本壊滅を覚悟したんです。1人は現場の最高責任者の吉田所長、2人目は日本の原子力行政のトップ、原子力委員会のトップの近藤俊介さん、3人目は菅直人総理です。東日本壊滅をいわば覚悟したわけですよ。でも幸いにも映画の中にあった2号機の奇跡、4号機の奇跡、信じられないような奇跡でしょう。4号機の奇跡は信じられないような奇跡です。ああいう奇跡が重なって15万人避難かな。奇跡がなければ250キロ圏内に4000万人とか5000万人住んでるんですね。4000万人避難ですよ。奇跡がなければとてつもない被害を及ぼすんですよ。これが原発の2つだけなんですよ。知ってほしいのは、人が管理しなきゃいけないということと、人が管理し損なった時の被害はとてつもないもんだ。この2つだけです。この話をするとね、とてつもない被害をもたらすんだというと、多くの人がどういうふうに考えるかなんですよ。ここで先入観が入るんですよ。とてつもない被害を及ぼすとなると、それなりには安全に作ってあるんじゃないのって思うんですよ。これなぜかというとね、世の中のものが全部そうだからなんですよ。例えば新幹線とね、普通の在来線の特急は違うでしょ。なぜ違うかというと、もし大型トラックと大型トラックと衝突して脱線転覆すると大惨事になっちゃう。想像するだに恐ろしいですね。時速300キロで走ってるんだから。だから踏切自体はなくしちゃってるんですよね。それで安全率高めてる。例えばセスナ機と大型旅客機比べてもそうですし、漁船と大型旅客船比べてもそうです。安全率を高めてるんですよ。当たり前の話です。自然界だってそうですよ。マグニチュード9のようなね、3.11 のマグニチュード9のような地震はめったにない。100年間の間で5回しかない。しかしマグニチュード6の地震なら日本周辺で毎月に1回あります。月に1回ぐらいの割合である。マグニチュード5程度なら毎週のようにあります。だから
被害がでかければ事故発生確率は低いって誰でも思っちゃうんですよ。誰もが思っちゃう。これは原発に反対しとろうが賛成していようがそういうこととは関係なく瞬時に先入観が働くんですよ。特に保守的な考えの人はそうです。日本の社会は健全だと思っている人、まあ、例を挙げるとね、その今から20年ぐらい経つんかな、アネハ事件っていうのがあってね、耐震偽装事件あって、アネハさんは処罰されて、マンションは取り壊されて、あの会社は潰れました。だから偽装的なことをやると、それによって社会は制裁を加えて健全な社会に戻していくという、そういう健全さが日本の社会にはあると思ってるんですよね。また高田というその何でしょうかね、あれはエアバッグの会社、偽装的なことをやったから世界一の会社が潰れちゃったんですよ。そういうもんなんですよ。そういうもんだから、こんだけ原発のような被害をもたらすものはそれなりの耐震性があると思っちゃうんですよ。まあ、それは仕方がない、そう思いたいしね。だけど現実はそうじゃない。700ガル、650ガルとかせいぜい1000ガル、よくある地震です。よくある地震です。700ガルだったら今まででわずか20年間で30回ぐらいあったんですね。よくある地震ですよ。これよくある地震で原発が危なくなるんですよ。恐ろしい。こんなことは考えたくない。だから多くの人がこの方に書いてあることを批判してるんですよね。批判してる。いや、第一の批判はね、岩盤の揺れと、まず原発は岩盤の上に立ってると。そして岩盤の揺れと普通の地面の揺れは違うんだと。いや、そうだったらいいなって私も思いますよ。日本の原発がヨーロッパのようなしっかりした岩盤の上に立っとったらいいだろうなって私は思います。でも岩盤の上に立っているのは約半分の原発は普通の地面の上に立ってます。岩盤の揺れと地表面の揺れが大きく変わった例は一例もないです。普通の岩盤の揺れで700ガル来そうな地震が起きれば、岩盤でもやはり700ガル来る恐れがあるんですよ。だからとてつもなく危ないんですよ。あまり議論の余地がないくらい危ない。原発差し止め訴訟とともに、もう原発差し止め訴訟、どんな訴訟ですか。いや、これ本質なんですが、原発差し止め訴訟の本質というのは、電力会社がこう言うんですよ。この原発敷地に限っては強い地震は来ませんから安心してくださいって言ってるんですよ。で、それを信用するか信用しないか、たったそれだけの話なんです。たったそれだけの話です。地震のことは分からないです。地震のことはよく分からないんだけど、分かっていることが2つだけあります。それは地震の予知予測はできないということ。そして弱い地震ほどたくさん来るということです。大きな強い地震はめったにない、弱い地震はたくさんある。そしたら弱い地震を設計基準としている原発は
危ない、どう考えても危ない。安倍さんは世界一厳しい規制基準に基づいて審査してるから大丈夫だとか言ってるんだけど、いやそういうふうに、まあ、歴代の総理も言ってるんだけど、え、世界一厳しい、安倍さんの言うことだからそれ誰も信用してないんですけど、だけどそれなりには厳しいんじゃないのって思いたいですよね。思いたい、3月4日かな5日か高橋克実さんが主演でね、南海トラフのやってましたよね、もう何時間か何時間にもわたる番組なんだけど、南海トラフがいかに怖い地震か、まあ、日本の経済にどれだけの被害を与えてどれだけの人的損害を与えるかと、日本は長年にわたって立ち直れないんじゃないかという、こんな話をしておいて伊方原発の話は全く出なかったですよ。不思議に全く出なかった。え、なぜ出さないの、なぜ出さないの、不思議でしょ。あれを見た多分東京の人よりも西日本の人の方が深刻に考えてますよ。伊方原発がどこにあるか正確に分かっている人、東京の人は割と少ないんですがね、もう西日本の人だったら愛媛県のあの部分にあるんだなっていうの分かります。で、震源域ですよ、南海トラフの。じゃあ南海トラフが伊方原発、愛媛県の伊方原発を襲ったらどうなるんですかって誰でも抱く疑問でしょ。で、映画の中にありました、四国電力は伊方原発に南海トラフ地震マグニチュード9が直撃しても181ガルだと言ってるんですよ。181ガル、震度で言うとね、震度で言った方が分かりやすい、震度5弱、震度は最高は震度7までありますよね、震度7が最高なんですが、マグニチュード9ですよ、マグニチュード9、南海トラフが181ガル。トルコの地震は、2月にあったトルコの地震はマグニチュード 7.8 です。で、今勉強しましたよね、マグニチュード9とマグニチュード 7.8 はどんだけ違いますか。64倍違うんですよ。64倍のエネルギーあるんですよ。それが伊方原発を直撃しても震度5弱、震度5弱というのは絶対建物は壊れませんというやつです。窓ガラスがたまに割れる程度の揺れです。それで収まるって言ってるんですよ。国民が誰でも疑問に思うこと。え、本当に181ガルでいいんですかって、本当にそんなもんで収まるんですかって、これ誰が審査するんですか。原子力規制委員会しかないんですよね。じゃあこの審査を何年にもわたって審査したんですかって、数年にわたって審査したんですかって、審査してません。数ヶ月にわたって審査したんですかって、いや審査してません。数週間にわたって審査しましたかって、それもやってません。せめて数日は審査したでしょうね、それもやってません。 5,6 時間は審理したでしょうね、審査したでしょうね、やってません。数分間はやったでしょうね、やってません。やってましたよ。何秒ですか。18秒間、18秒間審査しました。それで OK 出しました。これが世界一厳しい基準に基づく原子力規制委員会の審査の実態です。国民が最も恐れている地震が
伊方原発を襲っても181ガル、まあそんなもんかな、18秒だから考える意図もないです。それで出てしまいました。あれ最後 A がどうなったか、あのね、広島地裁で負けて広島高裁行ってどうなったか、来週3月24日午後2時に決定が出ます。18秒しか審理していないという事実を突きつけられても、裁判所が原発の稼働を認めるんだったらそれは絶望の裁判所になってしまうと思いますが、私はそうはならないんじゃないかなって楽観しております。まあ、今まで原発差し止め訴訟の話をしましたが、原発の関係ではね、訴訟としてもう一つ原発の損害を被った人の損害賠償請求事件というのがあるんですね。でそれについて去年重大な判決が2つ出ました。続けっぱなしに出たんですね。去年の6月かな、6月に国家賠償を認めないという判決が最高裁で下されました。その翌月7月に東京地裁で13兆円の損害賠償を東電の旧経営陣に認める判決が出ました。これね、ほとんどね争点一緒なんですよ。要するに国の機関、水本というところなんですが、地震調査研究推進本部というところが福島沖が危ないと言ったんですね。大津波が来る可能性があると言ったんですよ。で東電で計算してみると10メートル超えちゃうという、だから危ないということが分かったんですが、それに対して権限を持つ、津波対策を取りなさいという権限を持つものが2人いたんですね。1人は経済産業大臣、経産大臣がそういう権限を持っていて、もう1人は取締役たち。で国家賠償の方は経産大臣が津波対策を命じなかったから、事故があったのだから国家賠償、国が賠償責任を負いなさいということを求めたんだけど、最高裁は認めませんでした。でその一月後、普通だったら皆さんイメージ的には最高裁に従いそうでしょ。でも東京地裁の裁判官は最高裁に従わなかった。それは経産大臣は責任を負わないかはもう分からないけれども、取締役は負うんだとしたんですよ。その違いはどこですか、どこにあるんでしょうか。やっぱ判決にどう書いてあるかというとね、判決にこう書いてあるんですよ。原発の事故というのは一地方の存続の問題にとどまらず、我が国の崩壊を招きかねないって書いてあるんですよ。だから取締役も国の崩壊を、我が国の崩壊を招きかねないものを取り扱う以上は、それにふさわしい重い責任、注意義務を負うでしょうって、そういう意味なんですよ。だから物事の本質が分かってるか分かってないか、分かっておれば正しい結論がおのずと導かれます。それから原発のね、岸田さんが突然で、全く突然言い出してね、原発の稼働期間を原則40年だったんだけど、まあ、いくらでも伸びるようにしましょうということなんですよ、実際上はね。老朽化した原発を動かしてもいいですよということなんですよ、一言で言っちゃうと。じゃあこれはおかしいんですよ。 なぜおかしいのか、なぜ老朽化した原発は許されないのか。それはね、
最初に言ったことなんですよ。老朽化した原発は老朽化した飛行機でもないんですよ。あ、老朽化した自動車じゃない。むしろ老朽化した飛行機に近いんですよ。最初に言ったことなんです。人が管理し続けないといけないんです。何があっても管理し続けなきゃいけない。ちょっとイメージしてみてください。自動車、古い自動車乗ってる人いますよね。何十年も前の。乗り潰してもいいんですよ、自動車なら。なぜ乗り潰してもいいかというと、老朽化するとトラブル生じます。必ずトラブル生じます。例えばガソリンが漏れたとします。じゃあどうしますかって。ガソリンが漏れたらエンジン止めて JAF を呼べばいいだけなんですよ。家電でもいいです。もう古い家電でも何かおかしいなと思ったらコンセント抜けばいいだけです。火力発電所もそうです。具合が古くなると具合が悪くなる。だけど本当に具合が悪くなったら火を止めればいいだけです。じゃあ原発はどうですかって。原発は老朽化した自動車でなくて老朽化した飛行機に似てるんですね。例えばガソリン漏れ、燃料漏れが生じました。自動車だったら簡単ですよね。エンジン止めればいい。飛行機エンジン止めたら墜落します。だから何としてでも近くの飛行場まで行って緊急着陸しなきゃいけない。そんなことができますか。老朽化した飛行機でそんなことができますか。うまくいけばいい。運次第になっちゃうんですよ。近くの飛行場まで何とかたどり着いたんだけど、着陸しようとした途端に高度計が壊れていることに気がついた。じゃあ目測で着陸しようとした時に車輪が出ないのに気がつきました。こういう想定外のことが次々に起きるというのが老朽化するということなんですよ。だから老朽化した原発は動かしちゃいけないんですよ。とてつもなくは危ないから。だから今の政権の発想は、まあ、老朽化しても使い潰せばいいんじゃないのっていう発想です。でも使い潰すことができるのは自動車とか家電とか火力発電所であって、原発は老朽化した飛行機と同じです。操縦していた時に次々にトラブルが発生してコントロール不能になっていく、そういうことをイメージすれば簡単に結論は出ると思います。それからこれをもう一つの理由というのは、なんかコスト論言ってるらしいんですね。コスト論、原発やった方が安上がりじゃないのって。いや、そんな問題じゃないんですよね。原発の問題は、ひとたび大事故を起こせば人の生命と生活基盤、多数の人の生活基盤を奪ってしまうようなものについて、電気代の高い低いの問題を論じるべきじゃないって私は判決に書いたんですよ。今もそのことは全く変わってないです。論じるべきじゃないんですよ。コスト論なんか論じるべきじゃないんだけど、分かりやすいように数字を上げて考えてみましょう。これ簡単な算数の問題です。東京電力の売上は大体ですよ、年間5兆円ぐらい、利益率は 5% ぐらい、年間で約儲けは2500億円です。簡単な算数ですね。じゃあ東京電力福島原発どれだけの損害出ましたか。最低でも25兆円です。多く
見積もる人は81兆円と言ってます。25兆円を2500億円で割ると100年分です。一発の事故で100年分の大企業の利益を飛ばしてしまったんですよ。100年分の利益を飛ばしました。だから東京電力は事実上国有化しました。これが東日本壊滅ということになれば、東京電力だけじゃないんですね。すべての大企業の100年分の利益を吹き飛ばすんですよ。そんなものでコスト論が当てはまりますかって、算数ちょっとしてみたら分かるでしょ。コスト論は全く当てはまりません。コスト論を言うこと自体が滑稽です。それから、CO2 の話もね、 CO2 削減のために原発を動かしたらどうかという話は、まあ、私はちょっともうついていけないんですよね。ついていけないぐらいおかしい。 CO2 削減も、まあここ説が分かれるんですがね、そもそも CO2 削減環境に悪いなんてガセネタじゃないかという人もたくさんいるんですね。でもまあここは一応ね、 CO2 削減に理由があるということを前提でお話ししますけれども、いや CO2 削減による地球温暖化、 CO2 削減に目的があるんじゃないんですよ。地球温暖化を防ぐことに目的があるんですよ。原発はどうですかって、作るのに何十年もかかってね、その間コンクリートと鉄の塊でいっぱい二酸化炭素出してあれを作ってます。そしてやっとできて、その後どうなりますかって言うと、あれはですね、核エネルギーの核分裂によるエネルギーの熱が出ます。熱の3分の2は海に捨てています。熱として捨ててるんですよ。そして海を直接温めてます。3分の1だけが電気に使われてます。3分の2が水を、海を直接温めてるんですよ。その量は1秒間に70トンの水を7度温めてます。70トンの水って言ったら隅田川でもそんなに流れてないですよね。あれを、地球を温めてるんですよ。じゃあ温め終わった後どうなるかというと、長期に10万年にもわたって保管しなきゃいけない。その保管に要する費用、その保管に要する CO2 出てきます。人が活動すれば CO2 出てくるんですよ。すごい量が出てきます。だから根本的に間違ってるんですね。でも私は判決に書いたのは、そういう面倒くさい議論するんじゃなくて、あんたがそれを言うのっていう感じですね。この判決に書いたのはね、福島原発事故は我が国始まって以来最大の環境汚染、公害であることに照らすと、環境問題を原発維持の根拠とするのは甚だしい筋違いだと書いたんですよ。今はこの考えは全く変わっていません。甚だしい筋違いなんですよ。昔あの説教泥棒というのがいてね、説教強盗なんです。説教強盗というのがいて、その強盗に入ったその被害者の家の人にね、あんたのとこは戸締まり悪いから空き巣に今後も気をつけなさいって、家を、犬を飼ったらどうですかって、それと同じ理屈なんですよ。だから甚だしい筋違い、それだけで理由としては十分だと思います。これ原発の問題ってね、原発の問題って本質なんですかって聞かれるでしょ。
原発の本質はエネルギー問題、それは確かなんですよ。環境問題でもあるんですよ。でも一番大きな軸足を置いているのは原発は国防問題です。間違いなく国防問題。ごく短期間の間に国を滅ぼすのは、滅ぼしうるのは戦争と原発事故しかないんですよ。だから原発問題は基本的に国防問題なんです。このことはロシアのウクライナ侵攻でますます明らかになりました。ロシアはザポリージャ原発を攻め落としたんじゃないんですよね。もう攻めるぞと言った途端にウクライナは明け渡した。そうなるでしょ。ウクライナ側にしたら守りを固めて反撃しようとしたら向こうから撃たれたらしまいだからね。それが原子炉に当たればしまいだし、電気施設に当たってもしまい。だから明け渡さざるを得ないんですよ。で、従業員も逃げ出せないんですよ。逃げ出したら、自分らが逃げ出したら原子炉が管理できなくなって暴走する可能性があるから逃げ出せないんですよ。これ全くお手上げです。これ仕方がないんですね。だから防衛上最も弱いんですよ。多分ロシアはウクライナをいずれ自分の領土にしたいから放射能で汚染するということは避けたいと思っていると思います。だから攻撃はしないと思います。だけど万が一攻撃したらどうなりますか。万が一あのザポリージャ原発が事故になったらどうなるか。ゼレンスキーさんはそうなったらヨーロッパ壊滅だと言ってるんですよ。私はこの発言が政治的発言だとは思っていません。事実だろうと思ってます。ヨーロッパ壊滅だろうと。福島原発事故の被害の大きさから見てるとそうなんですよ。ヨーロッパ壊滅になりかねないんですよ。ヨーロッパ壊滅の話をしないで天然ガスの値上がりの話をするの。物の傾聴が全く分かってない異次元の話の、そっちの話でしょ大事なのは。物の形状が分かってない。ヨーロッパ壊滅の話なんですよ。大事なのは天然ガスの値上がりの話ではないです。日本はどうですか。何をやってるんでしょうね。何をやってる、まあ、はっきりしたんですよ。この映画の中に出てきたね、河合博之先生が言って、こういう私はねズバリ物事の本質をついている言葉だと思います。原発は自国に向けられた核兵器だと言ってるんですよ。原発は自国に向けられた核兵器なんです。日本は海岸沿いに50何基もずらっと並べちゃったんですよ。もうその並べた時点で国を守ることはできなくなっちゃった。残念ですができないんです。猪瀬直樹さんという人、前都知事だった人ですね、今議員さんで、あの人が昭和16年の敗戦という本を書いたんですがね、それどういう内容かというと、昭和16年に若手の優秀な官僚研究者を集めて日米開戦になるとどちらが勝ちますか、アメリカに勝てますか、シミュレーションしました、昭和16年夏に結論が出ました。アメリカには絶対勝てませんという結論が出ました。今の日本の状況はそうですよ。50数機も並べちゃったんですよ。戦争したら勝てるわけがない。その敵基地攻撃能力とか何とか言ってる人はね、
その仮想敵国とかテロリストは日本の原発を狙うことはないという、ね、そのテロリストたちに対する強い信頼感を持っているようなんですね。普通に考えてください。普通に考えたらそれはもうダメでしょ、お手上げでしょ。だからあの保守の人たちはね、もういわゆる保守政治家とは私は思ってないんだけど、本当の保守ってあんなもんじゃないと思います。やっぱりね、日本の防衛を論じるならこのずらっと並べた原発をとりあえず止めて、あそこから核を運び出す、それが、まあ、防衛の第一歩だろうと思います。まあ、そうするのにね、別に膨大な防衛費もいらないし、難しい外交交渉もいらないんですよ。だから、まあ、豊かな国土を将来世代に残していこうという本当の保守の精神さえあれば簡単に踏み出せる道だと思ってます。やはりね、その最初に言ったその防災、南海トラフの問題、防災議論、それから国防議論、全てそうなんですよ。原発の問題を中心に据えないとダメなんですよ。原発の問題を中心に据えないでなされる防災議論も防衛議論も全て空理空論です。全て空理空論なんですよ。原発の問題は我が国にとって最も重要な問題です。なぜなら他の問題が全て解決したとしても、その翌日に原発事故が起これば全ての努力は水泡に帰すからです。だから原発問題は最も重要な問題です。そのことについて真剣に考えていただきたいと思っています。これ私が書いたこの映画の 元ネタの本なんですね。私が原発を止めた理由、これは最近の原発関係の本の中では最も売れてる本なんですが、さほどは売れてない。なぜ売れないのかというと、やはり裁判官が書いたんだから小難しいことが書いてあるに違いないというね、先入観が邪魔してる。何も難しいことは書いてない。高校生以上であれば誰でも理解できることだけが書いてあります。この本の、まあ、最後の部分、まあ、責任というところだけ読みたいと思います。この本が今日特別価格、これ本来1430円するんですが、今日に限り1000円で売ってますので、皆さんたくさん買ってください。で、自分の責任が分かっている人は分かっていない人よりもはるかに幸せだと思います。私は自分の責任がどこにあるのか分かっていて、その責任を果たせた幸せな裁判官生活を送ることができたと思っていますが、それで自分の責任が終わったと思っていません。無知は罪、無口はもっと罪という言葉があります。裁判官が原発の差し止め訴訟を担当しながら原発の危険性を知らないことの罪は重いと思います。そして原発の危険性を知ったのにそれを告げないのはさらに重い罪になると思います。私は原発の本当の危険性を知ってしまった以上、それを皆さんにお伝えするのが自分の責任だと思っています。そしてこの本を読んでしまった皆さんにも責任が生じます。自ら考えて自分ができることを実行していただきたいのです。原発に対して中立的であったり原発のことをよく知らなかった人の中には、この本を読んでショックを受けられた方もいると思います。でも原発のことを知らなかった方が良かったとは思わないでください。少なくとも原子力行政においては、よらしゅんべし、しらしゅんべからずは政府の一貫した方針です。
ですから私たちは原発のことを知ることから始めなければなりません。知ることによって初めて考えることができ、考えることによって道を選択することができるのだと思います。最後にキング牧師の言葉、究極の悲劇は悪人の圧政や残酷さではなく、それに対する善人の沈黙である。結局我々は敵の言葉ではなく友人の沈黙を覚えている。問題に対して沈黙を決め込むようになったとき、我々の命は終わりに向かい始める。はい、私の講演は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。エイビ様ありがとうございました。大変分かりやすく資産にともお話だったと思います。少し質問を受け付ける時間がございますので、どうぞ先入観なくご質問いただければというふうに思いますが、ありましたら挙手いただければと思います。お願いいたします。いかがでしょうか。せっかくの機会でございますが、遠慮もなくて大丈夫でございますので、どうぞ。お話ありがとうございました。はい、樋口さんと同じようにですね、裁判官を担任された方が樋口さんと同じような活動をなされていらっしゃらないのはどうしてなんでしょうか。原則としてね、原則なんですが、自分の関わった事件に関連する活動はなるべくやらないのが普通なんですよ。これ普通なんですけど、さすがにこの問題はね、放っておくわけにいかないって考える人がいるんですね。やっぱり最初にね、原発差し止めで、住民側を貸させた人は 3.11 前にね、井戸健一さんという人がいるんですが、あの方は今原発差し止め訴訟の弁護士として活動してます。私は井戸さんと活動してもいいんだけど、弁護士ってそれ以外のこともやらなくちゃいけないんですね。だから私は原発の問題に専念したいから弁護士はやってないんですが、だから実際上は、こういう講演活動と、訴訟ではアドバイザー的なことをやってます。以上でよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。どうぞ。じゃあその女性の方。このテレビの番組をこの3日4日見まして、12年目 の、 事件のテレビを見まして、本当にもう涙ばっかり流してたんです。それで今日 この講演会があるというので来まして、あんまり原発の問題には関心がなかったんですが、今日のテレビ映像で第2と第4に奇跡が起きて、あれがそのあんな風に運良くなかったら東日本が壊滅したっていうのを初めて知ったんですよ。本当に情けないっていうか、本当に それを知って驚きました。これから知った責任を少しずつ果たしたいと思いました。はい、ありがとうございます。これね、原発に関心を持っている人は東日本壊滅という言葉を知っているんだけど、関心を持っていない人は知らないんですね。それなぜ知らないかというと、マスコミが報道しないんですね。一番多いのが何新聞だったかな、東京新聞と毎日新聞だったかな。それは10年間でもう20回行ってないんですよね。東日本壊滅という言葉を新聞に載せたのは20回に満たないんですよ。で、読売新聞とか日経だったらほとんど載せてないんですね、東日本壊滅という言葉自体を。だから知らないのが、いわば当たり前になっちゃってるんですね。
うん、だからちょっと、まあ、さっき言ったように私は日本で一番大事な問題だと思いますから、これを積極的にね、ジャーナリストの方、マスコミの方が伝えていく責務があると私は思っています。あの衆議院の小宮山先生ちょっと手が挙がっておりますので先に、でその後その中央の方の女性の方のところに。あの立憲民主党衆議院議員小宮山靖子です。今日は貴重なお話、またあの真面目な顔をされて楽しいなといういろいろな言葉選び、あの感服いたしました。あの私も、まあ、国会議員ずいぶんさせていただいてまして、あの東日本大震災のあと国会事故調が置かれて、あれは人災であるという唯一あの公式に認めたものだとは思っています。で、まあ、当時私議員運営委員会の方におりましたので、だいたいそこにいると、あの実を言うとその国会事故調をするために、いろいろなインタビューであったり調査をされています。でその時の資料というものが箱に詰められて国立国会図書館でに置かれております。保管という言葉は使えない状態だと思われます。でこれ、その後実際には国会事故調の方解散をいたしますのと、一切公開をしないからということで集めた事故のいろいろな資料がそこには入っているはずなんです。ただ当時の事故調の方とにヒアリングをしたときに、これに関しては公開をしないのをもとに、当事者の方から、集めたものだから公開しないと明言をされ、そのまま放置をされております。公文書ではあるとは思うのですが、この位置づけが国会の中で特殊な形で置かれた事故調査会だったためにいまだに宙に浮いています。その資料があること自体を知らない国会議員が大半だと思います。毎回議員といろんなところに依頼はしているのですが、これなんとかあのすぐにとは言いませんが、きちんと公文書としていずれ歴史の検証をするべき大変重要な、あの亡くなられた田中首相も含めていろいろな発言が入っているようですので、これなんとか法律的にどうするべきなのか、ぜひちょっとお知恵がありましたらお貸しいただければと思って質問させていただきました。ちょっと答えづらい、全く考えてなかった問題で申し訳ないですけど、なかなか知恵はすぐには出てこないと思います。すいません。じゃあどうぞ。 ありがとうございました。ちょっとあのとても単純なことなんですけど、この原発を反対する人がいっぱいいらっしゃって、普通に聞いても誰でもあの日本の国にとっても世界にとってもプラスではないことですよね。もし日本で何かがあったら中国や韓国にも影響を与えてしまう、そういう状態なんですが、あの原発を推進している人たちのお考えが全然見えないので教えていただいて、どうしてそれを推進しているのかなっていうふうにあの思うんですけど、単純な質問なんですけど教えていただけたらありがたいんですが、よろしくお願いします。いや、私はこの質問一番苦手なんですよ。これね、すごい人間のね、そのいや、これ信じたくないんですよね。このね、国のトップですよね。国のトップだったり経済界のトップの人が国の行く末とかね、将来とか国民の生活の大事さとか命の大事さよりも目先の利益、本当の目先の利益ですよ。長期的に考えたら原発なんてダメなのは誰が見ても明らかなんですよ。でも本当の短期の目先の利益のためになぜそんなことやっちゃうのって私は説明つかないですよ。それはね、具体的に言うのは適当かどうかわからないんだけど、例えばフィリピンとかね、北朝鮮みたいにね、一つの行為をやることによってトップに何十億何百億って入ってくるような構造の国ならね、少々国民の危険に目をつぶって自分の利益を図ろうかっていうのは分かるんだけど、
そんな国の体制ではないんですよね、今日本はね。もうわずかな目の前の利益のためになぜこんなこと、危ないことをやっちゃうのか、私には説明はつかない、説明がつかない。だからもう一つの言葉としてね、貪欲は恐怖さえも飲み込んで広がっていくっていう、まあ、一種の格言みたいなのがあるんですけど、そんな風になっちゃってるのかというのね、考えるだに恐ろしいですね。本当に説明がつかないです。それではちょっと時間も迫ってきておりますけれども、じゃあ他には、あ、そしたら今手を挙げていただいて、ちょっと駆け足になりますが、4人の方、安倍先生からお隣で、奥の黄緑の男性の方と女性の方ということにしたいと思いますので、お二人ずつご質問いただいてお答えいただければと思います。はい、ありがとうございます。今国会では、GX トランスフォーメーションって言って、 G は原発の G じゃないかって言われていますけれども、それくらいわずか12年で、原発の再稼働や期限延長や新増設というふうにも怒涛のように流れています。そんな中で、非常に樋口さんが分かりやすくですね、本当に分かりやすく、言葉もなんか気持ちも伝わるような形で全国の行脚をしてくださっていることに、心から敬意を表します。で、私はやっぱり貪欲なのもあるかもしれないけれども、みんなやっぱりなんとなく原発なくっちゃ電気高くなるし、電気足りなくなるしとか、やっぱ本当に思い込まされてる、刷り込まれてるような気がしますので、今のような形で本当に普通に問いかけて、難しくない普通のことで、普通に考えればこうしかないって言っていただくことはもう大変ありがたいです。私は12年余りこの国会で原発ゼロの会を作って、もともと河野太郎さんと2人作ったんですけど、河野さん変わったろうで、今はあんなことの閣議決定にどうして賛成したんだって言いたくなるようですけれども、でもやっぱり基本は国民が知ること、やっぱこの国の将来と自分たちのも、本当に自分たちも逃れられないということを伝えていただいて、私たちも国会で頑張ります。ありがとうございます。続けてお隣の安倍先生、お隣。あ、すみません、ルポライターの星と申します。原発の問題でいうと、例えば地裁で、差し止めとか、原発を動かすことに否定的な判決が出ても、高裁とか上に行くごとに何かひっくり返っているという印象があります。で、これは原発問題に限らず、国が進めている政策において、全般的になんかそうなんじゃないのかって思ってる人は多いと思うんです。で、以前井戸健一さんの講演でも、井戸さんも、そういうことをおっしゃって、その辺の裁判所というか、その辺の別の論理がなんかいろんなしがらみっていうかのようなこともおっしゃってたんですけど、その辺をお聞かせいただきたいと思います。一般的にはね、その出生とか、あるいは出生しないとか、あるいは左遷されるとか、ね、そういうことが何らかの形で働いてるんじゃないかって言われるんですが、私はそうは思ってないんですよ。最高裁に行くと左遷っていうのは全くないんですよ、ゼロです。で、高裁の、例えば東京高裁の裁判長も、行き着くところまで行き着いてる人だから左遷はないんですよ。でもその人たちが一番国寄りの判決を出すんですね。で、一番若手で、地裁の裁判長とか、あるいは、それ以下の人は割と左遷される可能性あるんですよね。将来にわたって、昔と違って明確な左遷はないんですけどね、将来にわたってあまり芳しくないなっていうような待遇を受ける可能性があるのは地裁の裁判長であって、高裁
最高裁になるとないんですよ。でも高裁最高裁になると国よりの判決なっちゃうんですね。それは なぜかっていうと悪い癖がついちゃってるんじゃないかって私は思ってます。本当に法律の理念とか憲法の理念に素直に従ってね、日本の憲法は本当によくできてますから、あの憲法を忠実にやれば国側の判決、国寄りの判決にはなりっこないんですけど、そういう忠実に素直に物事を考える能力が裁判所に長くいると衰えていくんじゃないかというね、最も重大な問題が裁判所を抱えてるんじゃないかと思いますね。それは出世するとか左遷されるかというよりもはるかに重大な問題だと思います。そういう問題を、抱えてると思います。はい、それがなぜ裁判所がそういう問題を抱えてちゃってるのかというのは、それは裁判所特有の問題もあるけれども、やっぱりね、その仕事に慣れてくると考えないで前例に従ってパッパッとやっちゃうというね、悪い癖がついちゃってるところもかなりあるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございました。それでは先ほど手を挙げていただきました男性の方、世界的な傾向はよく分かりませんが、先生が映画の中で裁判官はまあ文系だと、おっしゃってましたけれども、日本では弁護士の中には医学を勉強された方とか理工出身の郷原さんのような弁護士もいらっしゃいますが、裁判官に理系出身者が必要かどうか、あるいはその可能性があるかどうか、お答えいただければと思います。ですね、この原発の問題についてはね、いらんですね、全くいらない、邪魔になる、本当単純な問題が複雑化するんですよ。単純ですよ、耐震性が高いか低いかを考えないで、理系というのはここの活断層の調査の方法がおかしいとか、3次元調査をすべきだとか4次元調査をすべきだとかね、ここの計算式がおかしいとかね、そういう議論じゃないんですよ。これ単に耐震性が低いだけの話なんですよ。だからで、ね、私の話、皆さんは素直にパッと入ってくると思いますが、地震学を勉強してればしてるほど私の話が入ってこないんですよ。かえって邪魔になる。だからいらない知識は邪魔になるんですよ。本当に必要なのは物事の本質を見抜く能力とかね、その リアリティを持って考えるとかね、想像するとかいう能力の方がはるかに大事で、少なくとも裁判官にとってそういう理系の細かい知識はいらないと、少なくとも原発問題についてはいらないというふうに考えてます。それでは時間の関係で最後になりますが、先ほどお手を挙げいただいた女性の方、すいません、佐藤と申します。今日は本当に先生の本当に樋口元裁判長のお話を聞かせていただいて、改めて本当に裁判長 の画期的な判決が出た時のニュースを見た時の感激をまた思い出し、そして判決文の美しさにも感動したんですが、あの時に映画にもありましたけど、司法は生きていたっていう言葉がありましたけど、本当にあの時代っていうのは本当に日本では司法が死んでいってしまうのではないかという危機を持ちながら毎日を暮らしておりましたので、本当に樋口元裁判長の判決にはその司法 の本当に息を芽吹く様をですね、感じた感動をまた思い出しました。と同時にですね、そのニュースを見て真っ先に思ったのが、この裁判長大丈夫かしら、潰されないかしらとか、何か資格が予行されてとか、そこまではいけませんけど、やはり先ほどの方もおっしゃられましたけど、こういった法曹界には左遷とか、私たちも組織の人間として生きてならば、いろんな圧力もあったと思うんですが、実際ですね、私たちはそういうふうに想像で何か圧力があってのはないんじゃないかとか、いろいろなことを考えたり、また私の周りでもですね、
まあ、この原発の問題では追いかけていたジャーナリストが、まあ、いろんな圧力を受けてですね、まあ、その問題から遠ざかされてしまったりとかっていうこともありましたので、ちょっとお聞きしたいのは、やっぱりああいう画期的な判決を出された後というのは、やっぱ非常にいろんな圧力とかこう辛いこうことが起きたとか、そういうことはなかったんでしょうか。そういうことをよく言われるんですけど、なぜそう言われるようになったかというとね、昔国策に反する裁判官を最高裁はひどい左遷したんですね。もうそれも誰が見ても左遷だろう、まあ、冷遇したわけですね。でそういうことがあるからそれが続いてるんだろうなって皆さん思っちゃうんだけど、そういうその露骨な左遷はもうやらなくなったんですね、最高裁は。で少なくとも直後に左遷するというような、その大人げないようなことはしなくなったです、うん、でもっと長期にわたるね、うん、長期にわたるなんていうか冷遇を企てるてるんですね、今の裁判所というのはね、うん、だから私の場合、まあ、左遷というのは、まあ、いわゆる出世コースに乗った人が左遷されるんで、私はもともと全然出世コースに乗ってなくて、まあ、左遷の概念が当てはまらないんですね。だけど、まあ、さっき言った東京地裁の裁判長いますよね、13兆円の損害賠償を認めた人、あの人はすぐには左遷されないです。絶対にそれはそんなことはやらない。でも長期にわたると、あれあの人がここで終わりだったのかっていうようなことにはなりかねないですね。そういう恐れはあるんだけど、でもあの人は全然迷わなかったと思いますよ。それは国の崩壊につながりかねないんだから、国の崩壊につながりかねない問題を取り扱っているときにね、自分の出世するとか出世しないとか、それは論理的にありえないです。そういうことは考えない。私も一瞬も考えなかったから、うん、そういうことは考えないと思います、原発問題についてはね。はい、はい、ありがとうございました。他にもいろいろまだ皆さんお伺いしたいことあるかと思いますが、ちょっと時間を過ぎておりますので、今日の講演はここまでとしたいと思います。改めまして樋口様ありがとうございました。大きな拍手でお願いいたします。